土見門代理は、平安時代の後期、平安警察協一条三宝九町に存在した、里代理。蕎麦天皇から三代の天皇の里代理として、用いられた。土見門から住まどの、土見門室町伝とも、現在の京都市上京区高塚社町付近にあたる。元は、源の諸時の邸宅であったが、自伝の君、白川院の近親であった、倉人島、 藤原健隆氏の提案で新たな里代理として改築が行われた。その際に奥社女王内、すなわち大代,代理用も奉して造作され、配置や建物の名称も大代,代理のものをそのまま採用した。永久5年11月10日、蕎麦天皇が初めてこの代理に入り、保安4年にはここで須徳天皇へ上位し、そのまま代理として用いられた。 法縁4年11月24日に火災で消失。再建されて2年後の法縁6年11月より再び代理となり、英治1年には同書にてストック天皇から弟のこの江天皇に位が譲られた。その後もこの江天皇の代理であったが、旧安4年6月26日に再度消失した。二平2年頃から再建が開始されたが、途中で 暴風雨による災害、この上天皇の崩御、方言の乱などによって中止と再会を繰り返した。放言の乱後、後白川天皇は久しく再建されていなかった。大代理の再建を打ち出し、土見門代理の再建の方は中止されてそのまま、廃された。ありがとうございます。